て誰が優勝に輝くのでしょうか。パン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 パカパン。いよいよファッションショーが始まるよ。参加者はこちら。エントリーナンバー1番、みんながときめくスタイルで魅了します、ドキンちゃん。はーい、負けないわよ。続きまして、エントリーナンバー2番、言わずと知れたファッショニスタ、メロンパンナちゃん。はーい、あー、ドキドキするわ。そして最後、エントリーナンバー3番、異色の参加者、バイキンマン。ふひふふふー、ウリスマが一番だ。それじゃあ審査員を紹介しよう。カレーパンマン。いやー、楽しみだな。次、赤ちゃんマン。みんな頑張ってでちゅ。そして最後、食パンマン。素晴らしいショー期待していますよ。さて、誰が優勝に輝くのでしょうか。まずはエントリーナンバー1番、ドキンちゃんからどうぞ。じゃじゃーん。お、これはすごいぞ。ポイントはドキンちゃんと同じ色の帽子にしたところよ。青い色のアイシャドウとノースリーブのワンピースが涼しげでいいですね。でしょ。優勝はドキンちゃんのものよ。次はエントリーナンバー2番、メロンパンナちゃんの登場です。どうぞ。じゃじゃーん。わー、かわいいですね。メロンパンナ、ウィッグをかぶってみたのよ。カラフルなネックレスがメロンパンナちゃんらしくていいですね。そう、ありがとう。うふふふふふ。さあ、いよいよ最後だよ。エントリーナンバー3番、バイキンマン、どうぞ。じゃじゃーん。あ、これはもしかして、ふひふふふ、うれさま強い鬼をイメージしてみたよ。似合ってるね。俺様の勝ちは間違いなしだ。さあ、結果発表です。審査員一人ずつ誰が一番良かったか言っていってもらうよ。まずは食パンマンから。私はドキンちゃんが良かったですね。わー、ありがとう、食パンマン様。じゃあ次、赤ちゃんマンはどうだった？赤ちゃんマンはメロンパンナちゃんでちゅ。わー、やったー。わからない展開だね。最後、カレーパンマンは、メロンパンナちゃんかな。わーい、やったー。ということは、メロンパンナちゃんの優勝。わーい、わーい、嬉しいわー。優勝したメロンパンナちゃんにはドーナツ1年分をプレゼントするよ。おめでとうございます。わーい、ありがとう。みんな素敵だったね。負けちゃったけど
食パンマン様に選んでもらえたからいいわ。俺様、誰にも選ばれなかったよ。とふふ。バイキンマン、落ち込まないで。僕はとっても似合っててよかったと思うよ。またやろうね。それじゃあみんな、バイバイ。俺様、今度こそ負けないぞ。ファッショニスタ、メロンパンナに勝つには100年早いわよ。え。